どうしたのってなんじゃこりゃ。ママ用事があるって言っちゃったから、かすみのお洗濯干そうと思ったの。ごめんなさい。そっか、あとはお姉ちゃんがやっとくから大丈夫。かすみ遊んでな。はい。あ、お母さん、洗濯物放って部屋で何してたの。それにかすみの面倒見ててくれるって言ったのに。ごめん、急用できちゃって。これから干すからいいでしょ。そんな怒んないでよ。もう私が干したよ。あら、そう、ありがとう。でかすみ見てるから勉強してていいわよ。ちょっと、うわぁ、ソラちゃんのお弁当かわいいね。自分で作ってるんでしょ。すごいな。ありがとう。家のお手伝いして妹の面倒見て勉強も頑張るソラちゃん、超リスペはさ。いやいや、そんな大したことないよ。ねえソラちゃん、放課後一緒に勉強会しようよ。かすみのお迎え行けないのを代わりに行ってくれない？ごめん、妹迎えに行かなくちゃ。だから。そっか、また今度しよう。ただいま。ただいま。うん、昨日よりひどい。あと洗い物もしてない。かすみすぐご飯作るからお手手洗ってお着替えしてきな。はい。大したことないって友達には言ったけど、本当はかなり無理してる。でもお母さんは完璧な母親だった。完璧すぎてそれが当たり前だと思ってた。でもそんな完璧な母親の姿は母の努力でできていたものだと知った。はあ。だから父がいない今、母はやっと息抜きできているんだと思う。私は少しでもそのお手伝いができればと思ってる。お母さん、ご飯は？うん、お弁当買ってきたからいらない。2人で食べて。あと部屋にいるときはお友達と喋ってるから、お母さんって呼ばないでくれる？わかった、ごめんなさい。それじゃ。待った、ごめん。あんな楽しそうな母の声は知らない。今まで頑張ってきたんだもん。こんな時間もお母さんには必要だよね。お手手洗ったよ、きれい？うん、きれいきれい。ご飯もうちょっと待ってね。うん。ひさめちゃんって可愛らしいね。君みたいな子と付き合いたいな。甘やかしたい、かわいさ。私はひさめ子持ちの主婦。長らく母親としての務めを果たしてきた。今日から柳帰ってこないのか。空は学校、かすみは幼稚園。お昼ご飯はカップ麺にしよう。晩ご飯は簡単なものでいっか。今日くらいいいわよね。うん、これ空のかしら。そういえばこういうの久しくやってないわね。あら、なかなか綺麗じゃない。でもどうせなら見てもらいたいわよね。あ、フォロワー少ないし、見てくれる人なんてちょびっとだけど、こういうのもいいものね。久しぶりにネイルしてみた、かわいい色。あら、何？さっきあげたやつにメッセージが。綺麗な手だね。まだ高校生かな。よく似合ってるよ。え、綺麗？それに高校生ですって。私が？それ以降私が写真をあげるために彼は反応をくれた。母はお肌ピチピチだなんて、そんなことあるけど。彼は私のことを女子高生だと勘違いしたままだけど、メッセージだけのやり取りだもの。このくらいはいいわよね。あ、彼から DM だわ。なになに？ひさめちゃんのことが好きなんだけど付き合わない？よかったら直接声が聞きたいな。あ、もしもし、エンジさんですか？私、ひさめ、現役女子高生です。さすがひさめちゃん、声も可愛いね。こうして私は普段は母親、ネット上では JK として過ごすようになった。できた。お弁当可愛くできた。ひさめちゃんって料理も得意なんだ。可愛い。小食なのかな。高校生なんだからもっと食べてね。これよこれ、私が求めていたもの。応援してる。ひさめちゃんに夜食作ってあげたい。頑張って、大学楽しいよ。一緒に通いたいな。可愛いもの使ってるんだね。俺も同じの買ってお揃いにしようかな。ひさめちゃんの手いつ見ても綺麗だな。中学高校とこの美貌がゆえにチヤホヤされてきた私。ひさめさん、懐かしい。結婚してから長らく忘れていたこの快感。柳は夫としては悪くないけど、私にはたくさんの男をはぶらす方がふさわしいのよ。あ、エンジさんのは声通話したい、もちろん OK よ。そして時は流れ現在。母は家事をおろそかにするようになった。明日も早起きして、かすみのお弁当と朝ごはん。帰宅したらまた散らかってるだろうから掃除して。そら、大丈夫？どうせ今日もお迎え行かないだろうから私が行かなきゃ。そんで買い物して。あー、晩ご飯は何にしようかな。お餅ご飯。いや、お餅はお米だからご飯で餅。あれ、なんだっけ。おい、席につけ。この間の模試の結果配るぞ。結果が悪かった人も慌てなくて大丈夫だぞ。次へ生かすことが大事だからな。よし、このままじゃダメ。もっと勉強しなくちゃ。こうして私は家事をこなしながら勉強も頑張った。それもこれも物大で憧れのキャンパスライフを送るため。あ、あれ参考書ない。どうして？ あらそら、あんたまだ起きてたの。母さんこそ。あ、そうだ、これ借りてたの忘れてたわ。はい。え、なんでお母さんが？そういえば私のお気に入りのマグも見当たらないんだけど。あ、それも借りてたわ。ごめん、後で返すから。じゃあもう眠いから寝るわ。なして？最近の母は謎行動も多くなっており、特に私の私物がなくなることが多くなっていた。全部何？もうしょうがないんだから。うん、
朝。お母さん。うわ、何？もしかして浮気してる？はい、うなわけないでしょ。でも昨日の話し声聞こえちゃって。あれはただのふざけじゃない。いやね、勘違いしちゃって。大体一日家にいる私がどうやって浮気するっていうのよ。そうだよね。お姉ちゃん、着替え終わったよ。あ、ママが起きてる。今日はママがバスまで一緒に行ってくれる？ごめん、ママ忙しいから空に連れてってもらいな。え、ちょっとお母さん。もう、あのね、お姉ちゃん。なに？ママ、かすみのこと嫌になっちゃったのかな。え、そんなことないよ。でもね、送り迎えしてくれないし、お弁当も作ってくれなくなっちゃった。それは今、お母さんはちょっとお休みタイムっていうか、忙しいっていうか。かすみのことが嫌になったわけじゃないんだよ。お母さんはかすみのことが大好きだよ。そうかな。それと、私はかすみのこと大好き。かすみもお姉ちゃん大好き。ありがとう。とはいえ、まだ幼いかすみには母親が必要。お母さんにはかすみとの時間を増やしてほしいってお願いしたけど。はぁ、今まで散々世話してやったでしょ。あんたがやれば。なぜか逆切れされた。私は仕方なく家事をすべてこなしながら受験勉強も頑張った。大変な毎日だけど、私は楽しく過ごして。お姉ちゃん、テレビでカッパさんが。お姉ちゃん、どうしたの？うん、おかしいな。ヒサメには繋がらないし、空も既読がつかない。サプライズで帰って驚かせようと思ったんだけど、まあ家にはいるだろう。おい、ただい。ま、なんだこれ、ゴミ屋敷？あ、それにかすみの鳴き声？どうした、かすみ？大丈夫、大丈夫だよ、かすみ。大丈夫やないもん。だって、だって、お姉ちゃん泣いてるもん。あ、あれは、なんでだろう。ま、なんだこれ、空、かすみ？おい、え、男の声？お前こんな時に何してるんだ？おい、サメちゃん寝ちゃった？寝落ちるなんて受験勉強頑張ってる証拠だね、えらいえらい。寝顔もきっと可愛いんだろうな。今すぐそばに行ってその寝顔にキスしたいよ。ヒサメ。早っ。誰？男の声？お限界。おい、やめえ。あなた？あ、やだ、違うの、エイジ、この人は。いや、君、私の妻ヒサメ39歳に何かご用かな。あ、ババアじゃねえか、最悪。え、いや、エイジくん、ちょっと。それより心配することがあるんじゃないのか、ヒサメ。いやー、お父さんいつ帰ってたの？パパだ。専業を許す代わりに家事全般を全てやるという約束だったのに。これは一体どういうことなんだ。まさか高校生の娘に全てを押し付けてたんじゃないだろうな。今すぐ正直に答えろ。いや、許して。それからトントン拍子に離婚成立。私たちはお父さんと暮らすことになった。サイババだと最悪。どんな気持ちでつぶやいてたんだろう。マジ無理。こんなこと、あつちゃん。その後、お母さんは現実でも SNS でも居場所を失ったらしい。あれ、そら、いつもとお弁当違うね。うん、お父さんが作ってくれたの。男飯って感じだね。そうだね、でもとっても美味しいんだよ。ねえ、よかったら放課後美味しいタピオカ